回戦に出てくるスクナの指をやっていこうと思います。スクナの指ね、イタドリくんが最初に食べた時は本当にびっくりしたんですけどね、イタドリくんじゃなければスクナに取り込まれてしまっていたっていう話を聞くとちょっとゾッとしますよね。ちょっと呪術廻戦には関係ないんですけれども、日本の話を少ししようかなと思います。日本はまあ6月になると梅雨っていう時期になります。梅雨っていうのは雨が多くてジメジメしている季節のことを梅雨って言います。よかったら覚えてください。春、夏、秋、冬っていうのがまあ四季にあるんですけど、まあ、それとはまた別というか別のね、6月の上旬あたりから7月入る前ぐらいまでかなが梅雨と呼ばれてます。僕はねこの季節が大嫌いで、ジメジメしてるのが本当に嫌なんですよね。そんなことを話してるうちに完成したみたいです。ちょっとあの付け根の部分のぐちゃぐちゃっていうやつがあまり再現できていないかもしれませんが、まあボディペイントはでやったらこんぐらいだろうというところで、あとは特殊メイクとかであれば凹凸がつけれるんだと思うんですけど、ちょっと絵の具には限界がありました。こうやって持ってみると本当にこのスクナの指を持ってるみたいじゃないですか。どうでしょう、そう見えます。こんな感じでね、今日もボディペイントをやってみたわけなんですけども、だんだんとなんかこうコツというかが分かってきて、まあこのぐらいかなっていうね、だんだん上達してきたんじゃないかなと思います。今までボディペイントの動画は結構やってきていて、ヒロアカの旅、あとヒロアカの緑やいつく、あと鬼滅の刃の縁目で、呪術廻戦の真人ときて、今日はスクナをやりました。他にもリクエストがあればぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。